バンピーロのリングネームで知られるイアン・ホジキンソンは、カナダのプロレスラー、オンタリオ州トロント出身、メキシコやアメリカのプロレス団体で活動している。メキシコでは最も活躍した外国人選手の一人として知られている。もともとはロックミュージシャンであったが、プロレスの夢を追い、プエルトリコでトレーニングを始める。トレーナーはアブドーラ・ザ・ブッチャー。1991年2月、メキシコを観光旅行で訪れた際に CMLL にスカウトされる。自身が吸血鬼が好きだったため、そのまま吸血鬼キャラとしてバンピーロ・カナディエンセのリングネームでデビュー。メキシコには珍しい190センチメートルを超える大型選手で、その甘いルックスから主に女性の人気を得る。もともとはルードとしてデビューしたが、あまりの人気ですぐにリンピオに転向した。1992年のメキシコプロレスで MVP となった。その後メキシコの数々の団体を転々とし、ライバル団体である AAA にも移籍している。1998年8月、WCW へ移籍。ここでもルックスを重視されすぐにプッシュされるが、実力が伴っておらず人気が出なかった。1999年にはミュージシャンの ICP と組んで、チームデッドプールを結成。転機となったのは2000年。スティングとの抗争が人気を博し、一躍、トップレスラーの仲間入りを果たした。同年夏頃には、グレート・ムタを迎え入れて、ユニット名をダーク・カーニバルに変更し、WCW タッグ王座を獲得した。WCW 崩壊後の2001年、WWF とは契約せず、世界を舞台に活動。全日本プロレスに初参戦し、ジョージ・ハインズと組世界最強タッグ決定リーグ戦に出場。2002年7月に古巣である CMLL に復帰。また TNA やインディー団体などでも活動し、2006年、2007年に再度全日本プロレスに参戦している。2007年4月30日には WCW 時代の相棒グレート・ムタと組世界タッグ王座に挑戦したが敗退した。2008年4月、AAA へ移籍。トップルードとして君臨し、メシアスとの長期抗争を展開。9月の PPV であるベラノでエスカンダロのメインイベントにて、メシアスとのケージマッチで先に脱出し、勝利。抗争の終止符を打った。2010年4月より、コナン率いるユニット、レヒオンエクストランヘラに加入した。10月には、NOSAWA論外15周年記念大会に参戦するため来日している。ありがとうございます。